はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。こんな時間に、一緒に頑張りましょうね。うん、キララジオの今日ですね、今日23日金曜日です。新田日和、落ちこぼれフルーツタウト、さくら井の役登場です。私が頑張らなくちゃ。よく浮くよって、皆様のことをしっかり目に焼き付けておかないと。先輩たちは今何してるのかな。やっぱりお茶かな。お茶でしょう。いらっしゃい。言っただろ、心配すんなって。トレーニングするレベルアップ。いい感じよ。行ってきます。期待してていいよ。ちょっと椅子が使っちゃったね。アマオさんの従業員にならないなんてね。いろいろもらえますね。なんだろう。さあ、頑張っていきましょう。まずクエストです。こんにちは、私はさくらいの。収集クエスト。新曲のイメージが湧いてきたかも。この水属性にと敵に対する、バトルをまず先に行いまして、土属性、これですね。パーティー5。決定。土属性アンチ出発。頑張れ、パー先生。こんなことでよければ。どうしよう。おスタン。きっと大丈夫。それ。こんなことでよければ。こ、どうしよう。こっちはアンハピじゃなかった。お願い、間に合って。みんなと一緒ならできるよ。先生戻ります。アシスタントの経験を生かします。回復しますね。スタン回復。これ使います。かまいの使い、かまいスケッチで言うの。飛行状態は回復しない。どうだ。これでコルクも全部スキルを使いつ出しましたね。
そうか、多すぎるな。守ってあげるから、頑張ろう。だわね。ようやく戻した。来たな。負けっかよ。突然入ってきた攻撃。まあ、私にかかればこんなもんよ。番組じゃないから違わないけど違うの。お子さん奮闘努力お手並み拝見。いい感じですね、この流れが。来週一食。上がった。コルキ。こんなことでよければ。もうスパイラルに。ああ。かけてもよかったな。お願い、間に合って。はっ。どうぞ皆さん、私を盾に。どうだ。そうです。きっと大丈夫。高速戦みんなと一緒ならできるよ。自分誰も怪我させません。あ、自分でも治るんだ。あと、コルクはコルク。私たちで頑張ろう。せーの、行きます。攻撃は最大の防御。通し切りました。傷つけるのは許さないからね。使ってみましょう。決める。アフタヌーン。了解した。まずは最高を取り寄せ。必要なものは会社とリーセット。シャバとケーキスタンド。準備。お菓子と準備。あとで提供するだけ。これはどうしたものか。こう。次も勝つ。ピオ敵はめんどくさいです。お、新曲の意味。ベースボールさん準備できました。行きましょう。うまくできるかな。アシスタントの経験を生かします。必殺の一撃。不意打ち。どうぞ皆さん私を盾に。サイマーを置いときましょう。守りもしっかりしなきゃ。おっと、倒せない一発で。スタンした。スタンというか。私の全力を。
スを使いましょう。まあ、ファースですけどね。今は我慢の時だね。必殺の一撃。ようやく結構粘ったな。さあ、ここでスキルを使って回復。どうかな？効いたかな？皆さん、私を盾に。これは、回復ですね。攻撃は最大の防御。使い切った。守りもしっかりしなきゃ。これなら倒せるんだ。ここでチェンジですね。よし、ささっと終わらせて。これだけ使います。どうぞ皆さん、私を盾に。どうかな、聞いたかな。応援の力はすごいんです。なかなか倒さない。よし、受けて立ってやれ。倒すしかない。かかればこんなもんよ。ハユはぬくいハユっていうの。これでさあラスト。ちょっとこれは本気の戦いを しないといけない場合はあるかもしれない。小泉小泉人気ありますね。奮闘努力。緊張してきちゃった。今は我慢の時だね。応援の力はすごいんです。健康一滴。ここは問題ないよね。倒せる気がしない。こんなことでよければ。あ、スター先生リカバリーを。おーと、倒せない。私の全力を絞り出します。ちょっとスキルを使っていきます。引き伸ばし作戦。守りもしっかりしなきゃ。で、拡大ダメージを受けます。単独攻撃なら取るくのが私たちで
通常攻撃だ、倒せない。なかなか強いかもね。みんなと一緒ならできるよ。応援の力はすごいんです。で、残り1体。どうぞ皆さん、私を盾に。どうするかですね。まあでもこれで倒せないと思うから、これで倒す。うまくスキルを使った上でですね、とっておきのやってみよう。いきまーす。どうぞ皆さん、私を盾に。外周一色。一体滅ぼした。辛いな。チャンス。チャンス。ここ一体へ。使いまくりましょう。倒せない、まだ。どうかな、聞いたかな。暑いのに、みんなこういうやり方だってあるんだから。それ倒しちゃうか。まあ普通にスキル使った方が良かった。もう一回。これぞか濃い目を出番です。奮闘努力、強そうです。お願い、間に合って。どうぞ皆さん、私を盾に。どうだ、一体倒す。引き伸ばし作戦が効いてますよ。防御力が高まったらなおいいかも。しかしあまり守りもしっかりしなきゃ。守りすぎると狙えてしまう。この差し加減が難しい。誰も怪我させません。健康の敵。ヒーローをかけた方がいいかもしれないですね。応援の力はすごいんです。倒す。ヒーローが一緒ならできるよ。アシスタントの経験を生かします。健康一滴。倒す。
チャンス。私の全力を絞り出します。もう誰も変わってないですね。でもいいか、攻撃は最大の。ここで復活してきた。本気のコース行きます。きっと大丈夫。それ、ああ倒すか。みんなのおかげ。もうちょっと引き伸ばしてもよかったかも。レベル71近づいてますね。トレードをやってみましょう。こんばんは。ご所望は？今のおすすめ。ファンレターを交換です。交渉成立。交換できるものはまあないんで、限界突破をゲットですね。ゼロはあったっけ？フルーツタルトがないや。交渉成立。さあクエストはまだ続きます。里も里の皆さんも大好きになっちゃいました。後日談ですね。まだ仕切りだが、やっぱりロコだな。いや、うん。お、やった。お、なんと、やったね。うん。そうか。どんどん星をいただきましょう。まだまだファンは少ないけど、次は盛り上がるかも。アイドル兼カメラマン両方やるわけですね。さてと、そうだよ。朝を磨くは大事。うん。あ、はあ、はい。うへへ。ダメじゃん。でも。なんだよそれ。もしかして。てる？ハユが。はあ。待ってます、マッチ。あ、はい。うへへ。
なんだかな。不安だ。私ちょっとだけ女の子の匂いとか好きで。ちょっとだけ、何かの間違いじゃないのか。今夜はお月様が綺麗ですね。アイドル TV ピックアップ。というわけでクエスト、やるしかない。あんさ、私確試験が足りません。私はさくらいの、行きますよ。あとは、これですが、里の皆さんも、大好きな私たちのステージ見ててください。エネミータイプが妖属性っさり、民族性の出番ですね。こんにちは、私はさくらいの、今をときめくアイドルです。もしかしたら僕クエストやるかもしれません。はい、落ちこぼれアイドルの異世界 TV ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。